じゃあオラフ君釣りということで。いい？やめてオラフ君釣らないで。まだ。じゃあアシュさん釣りますじゃん。じゃあオラフ君は絶対隠し撮り残してくれるなら僕は。二郎じゃん。黄色、黄色、オレンジ。勝てんかった。ナイス、ナイス、ナイス。ありがとうございます。ナイス。ピカさんには負けませんよ。いやー、やっぱバット振り回してる人はちげえな。そうですよ。なんか今右から自分が来たと思ったら3倍さんでしたね。あ、お前、一瞬だった。びっくりした。どっくりか。人のスキル真似する人とかどうかと。真似てんのあんただけなんや今は。や特許を申請してるからですなパイさんあの格好で。そうだよ。使用用だけ載せる。やばいもっと真面目な特許取りましょうよ。初回戦早めにやって戦がアーカイブだったのか。よいしょ。レッツゴー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 オレンジヤバババイヤバババイヤバババイヤイヤイ聞いてオレンジこれはもう助けるぞした方がいいな。ナイス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 ナどういうことですか。お、あら、つろ。集めてなくないタオル。お、つろ。え、タオルですか。うん、つろ。集めてないですよ。なんで俺の隣におったん。よし。普通にいたから。抱きしめてほしかった。そんなん言ってくれたいつでも。そばに。ぬくもりが欲しいならいつでも。すごい。まだ寒いですからね。トイレで一緒にアルマさんと出ました。出て。うん。で、8秒ぐらいだから、ここはいける。トイレまでやれるかな？足のないかな？みどき、みどき。みどき。めっちゃ押し戻される。自分で閉めてるだけだった。やば。やばばばい。やばばいの人がさ、あれこりゃめでてえなーだって知ったとき鳥肌立っちゃったわ。誰中野アルマさんどうす。やめよう違うわスナパイさんか。ナイスナイスナイス。いいねいいね。ナイスナイスナイス。じゃあオラフ君釣りということで。いい？やめてオラフ君釣らないで。まだ早いですよ。じゃあアシュさん釣りますじゃん。じゃあオラフ君は絶対隠し撮り残してくれるなら僕は。二郎じゃん。二郎じゃんそれ。お前もうなんかなんだバグってきたんかさっき。違うわ。違うわ。藤宮さん白っぽいね。藤宮さん本当ですか？死体発見しに来てくれたり。藤宮さん確かにコミュニケーションサボのとこで僕ダウンロードしてたときに、そうです、ね、殺したら絶対バレアニチで覗くだけ覗きに来てくれて、はい、同じことを今最後の最後俺展望のへさきに立ってたけど藤宮さん帰ってったよ。待って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 
これマジで僕も好きって言ったのに。本当にごめんなさい。強人プレイ。マジでごめん。まあ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 いいんじゃない。いいタスク考察だったし。じゃないですか。黄緑、青、白、ピンク。まあ、トータスさんが釣ったしね、これは、実質。黄緑、青、白、ピンク。黄緑、青、白、ピンク、紫。ドア閉まってるなら、こっち帰った方がいいかな。誰か死んでる。あら死んでるじゃないんですよ。オラフ君が殺されてる。みんなが釣ったんだよ。あんなにぬくもる星がって誰ですか、オラフ君に入れたの。誰しもかけた。ちょっと待って、その前にオラフ君の目撃情報。目撃情報じゃないよ。空に浮いてました。バイタル情報あります？いつ死んでました？僕キッチンはキです。ピカクロス、あの1個前のバイタル情報だと直近で見てたけど特に誰も死んでなかったです。てかこれさ、これさ、足湯さんに入れた1票が一番罪重くないですか、これ実は。足湯さんの1票がスキップだったら。足湯さんに入れたのは僕です。アルマくん。いやいや、もう、でも僕はスキップ入れましたよ、マジで。かわいそう。でも罪は重いけど、インポスターっぽくはないよね。クルーメイドっぽいよね、スナパイさんの票はね。一応票洗っときます。そうだね、これはもちろんスキップよ。オラフ君に入れた人洗いましょうか、一応。ああ、スキップ入れました、トータス。ピカクロスオラフ君に入れました。他オラフ君に入れた人。夏目も入れた。入れた。ピカセン夏さん。ピカセン夏さんの、あと一人。こんにちは。自投票。マジ？ガチで自投票だったら。じゃあ、スキップ入れた人は、スキップ入れた人はアルマです。アシュです。藤宮です。あ、4票か、合ってるじゃん。あれ、自投票してる。誰か嘘ついてる。嘘ついてるか、自投票。オラフ君がスキップで、オラフ君がスキップだった場合は、インポスターもスキップって言えばいいから、いい読だから。スキップの、自分らが疑った方がいいんじゃないですか、そしたら。いや、それか、オラフ君が周さんに入れてて、スナパイさんがオラフ君に入れて。まあ、俺の投票が嘘って可能性もあるからね。まあ、でもそれ先出しだからね。まあ、自投票が一番しっくりくるかな。いやマジでオラフさん、ごめんなさい。これに関してはオラフ君がそのタオルタスクやる前にちゃんとタオル集めてへんやろって言ったらトータスさんの情報元に投票入れた人もいるだろうから。あとごめんなさい、薄いけど。まるでトータスさんが悪いみたいな言い方やめてください。違う、だから絶対。1日目は私タオル集めてて、タオル集めてる時のオラフ君はいなかったです。1日目、あの前の授業。でもやってないって言ってたんで、本人が。まあこうなるかな。でも。ミドキ、ミドキ。右終わり。富士宮スの青紫、ピンク、黒。あ、じゃあ青じゃないのか。黒なのか、今日。メッチ。わー、リアクターの時でいいな。黄色。二人死んでる。あらや。スナッパイさん直近のキルではなさそう。なギリギリタイミングでバイタル。スナパイさんと診察室にいて、ごめんなさい。スナパイさんと診察室にいて、夏のスナパイで診察室にいたタイミングで自分バイタル見たんですけど、もう直前のキルではなさそう。あ、でも割とすぐやと思うで。俺、ずっと、何タオルやってて、その時に先端さんが下行って、アルマ君が上行ったかな。で、その、タオルの、ビリヤードの右上、配線タスク、ここです。はい、どうぞ、すいません、どうぞ。はい、ビリヤードの右上の配線タスクのところで、足湯さんの死体があって、僕、シャワーでタオルやった後、シャワーの配線やって、上上がってって、アーカイブタスクなく、そのまま右上の配線タスクやりに行ったら、もう死んでたんで、割と視点的にはアルマ君が黒いかなと思った。なるほどね。はい、あ、そうだね。自分のバイタルの話って、
東田さんが速攻で殺してレポートがなさそうって発言です、うんはい、ありがとうございます。夏目先生と、並走してたのは普通のパイさんですか、ラウンジあたりからずっと。そうだよ。あ、OK です。あ、並走ね。ということはアルマ先端さんは下行ったの見られてるのか。先端さんは下行ったと思う。メインの方行ったんちゃうかな。メイン走ってんの見てます。じゃあ僕釣って次行きましょうか。そうですね。オラフ君黒か。分かってたよ。巻きで。巻きで。巻きで。あ、ちなみにオラフ君に入れたの藤宮です。おい、嘘ついてんじゃねえてめえ。なんで嘘ついたの。なんでちゃめっ気出してんのよ。まあ黒じゃなかった時やばいからね。あ、そう。2年がかりやってたら解決しそう。アルマさんごめんねマジで申し訳ない。俺は悪くないよ。俺は悪くないから。これはみんなが悪いんだよ。アルマさんの発言が変わってた。本当にもうみんなが鬼だった。そう。もうねでも全票入ると思わんかったから。申し訳ない。頑張りましたよ。トータスさんすごいね本当によく見てた。いやタオル集めてないですよって。タオル自分が集めたんで、あのタオルのタスクってやってる時。あるじゃないですか、割と見えるじゃないですか、だから、なんで俺はすごいなアーカイブから来て俺の横に。そんなんトータスが見たい時やったかよお前。ブチ切れてる。なんでアシエさんさっきからトータス当たり強すぎるし、もっともタトせばお前のせいなんやぞ。オラフ君が死んだのは。ごめん、俺トイレ行ってきます。やばすぎる。感激払える。なんかあのトータス一問エンジン入ってますね今日ね。トータス一問仲悪くね。もう実は不仲説。あんま言わんといてくださいそういうことを。マジになっちゃうから本当に。本気で喧嘩してると思う人もいるから。でも本気で喧嘩してますよ今のは。注がないの火に油を。もうダメだ。ああ面白い。オラフ君大丈夫？何が？大丈夫。大丈夫。大全然大丈夫ですよ。でもさっきもね僕ら A 見てた話もトータスに消されて。いや。いやちょっとやっぱ真面目に苦しないとダメだなって。それはそうやでオラフ君。一本釣りされちゃうんで気をつけて。それはそうやでオラフ君気をつけてね本当に。はい。どっちなの。なんなん。アシエさんなんなん。ダブしたやん。ごめんなさいね。はよトータストイレから帰ってきて早く。あトータさんトイレの。あじゃあ部屋変えます。あ変えますか。はい。でもすごいタスク詰め初めて見たかも。ですね。まあ、順番とかはまあ一応あったけど。僕もあそこであんなに言われると思わなかった。確かにタオルやってないでしょ。うんすごい。だからもうちゃんとタオルやってないですって言いました。えらい。ね、下手に嘘ついたらサントスさんに詰められてたかもしれないから、うん、まあそれはそれで、うん、ほんまや、そっか、サントスさん見てたもん。そう、はい、コンチャッチャがいっぱいいる。あでもそう、初手タオル5枚集めたところで呼ばれてタオル5枚ですって言おうと思ったけど、ワンチャン騙した方が情報アドバンテージあるかったら、まさか本当にそんな展開でびっくりした。情報アドバンテージ。いやオラフ君推しの深い。オラフ君推しの深い、うん、オラフ君かわいそうだ。いいやつだった。かわいそうのラフ君、いいやつだった。生きてますよ。いやすげえ雪だるまの並びを。コメルとか色ごとにちゃんと綺麗に並びたくなっちゃいますよね、なんか。どう？はい、あ、じゃあ私がこの辺にいた方がいい。いや、伏見さんで雪だるま、汚ねえ。こうか。さんの間やな、オレンジやから。そう。ユンタンさんの間。雪だるまって課金ですか？ただですよ。あでも悪いこと、まさか悪い子にはまさか持ってないんですか？持ってないさ。悪い子だ。悪い子だ。持ってないんですか？帽子だよね。帽子だよね。雪帽子だね。持ってないってマジっすか？ちょっと待って、右下の方にも持ってなさそう。立ち回るぞ。ぐちゃぐちゃの雪だるま。それは。マジでこれしかない。同じパッと見同じです。パッと見があるから。人権あったわ。え、なんでなんかあの子の家庭は貧しいらしいから雪だるま買ってもらえる。あの二人インポスター陣営だろ。
雪だるまにマフラーも帽子もかぶせてあげられないよ。手もつけてあげられてないですからね。ほんまや。枝ぐらい拾えよ。え、夏目先生、まさか服も持ってないですか？服も貧乏なんだよ。服もガチ貧乏。いやいや体で雪だるまを表現してる。確かに。二段重ね。